デスポーポリズン始まるよ。そして放課後。さてさて、今日のオカルト部の部活動はどうしましょうか。僕としては魔界村をやってみたいんですけど、どうでしょう。ファビコの話かよ。シロウ君、今日からテスト期間で部活は中止だよ。あ、そうか、部活期間、あ、そうか、テストがどうのこうの言ったもんな。あ、ルイちゃんが勉強しようだって言ったもんな。あ、この学校でもちゃんと部活、テスト期間で部活は中止ってあるんじゃ。そうなんですか。テスト期間は部活中止でなんて初めて知りました。1年の頃からずっとだろ。なんで知らねえんだよ。え、もしかしてオカルト部って学校に申請してない不承認の部活なんじゃないの。だからテスト期間で部活中止なんてなってもさ、勝手に活動してからいいもんみたいになっとったんじゃないの。しかしまたドッペルゲンガーの事件が起きたらどうするんですか。僕たちはいつでも対処できるように待機しておかないと。そんなことを言ってただテスト勉強したくないだけだろう。そんなわけないじゃないですか。めっちゃ焦ってるシロ。お前いつも一夜漬けで終わらせるタイプだろ。図星だな。シロが何かごまかす時の癖が出てるぜ。癖？あ、なんかちょっとこれまで見たことないポーズ取っとるってか、手のなんか仕草っていうのが出とるような気がするな。そういや癖？シロがピアスを触ってる時は嘘をついてる時なんだ。あんまじゃ左手で触っとるな。覚えておくと便利だぜ。へえ、そうなんだ。キスケ君、変なこと教えないでくださいよ。そう時だった。キャーじゃなかったわ。さっきボイコじゃなかったわ。なんだピローンって。ピローン、え、もしかしてルイちゃんのおっぱいが揺れる時の音か。え、突然なんでしょう。クラスの SNS グループに動画が送られてきたな。あ、通知音だったんじゃん今。え、なにこれ。なにこのちょっと怖いピエロ。お前夢できたらちょっと怯えるわ俺。これはピエロ。キャー、これはお前たちへの復讐だ。なんだこの動画。あ、ちゃうわ、これキスケ君だったわ。なんだこの動画。どうやらこの校舎の屋上のようですが。屋上？復讐って言ったよね。確かにそう聞こえましたね。え？このピエロの奥を見て、誰か縛られてない？わあ、てかさ、このピエロ初めて見た時に気づいたけど、これウサギみたいな感じの耳してる。絶対あの子だよ。復讐されるべき対象って言ってもおかしくないぐらいにちょっとジャイアニズムに吹かせとったもんな。本当ですね。これは一体。あとここ見て、なんかサナエちゃんがつけとった鬼太郎のマフラー、鬼太郎印のマフラーあるんやけど。え、違うよね。え、違うか、これ違うよね。似てるけど違うよね、これはさすがに。サナエちゃんまだ関わってるやんってあるもんな。だとしたら違うか。何この動画。わ、このピエロキモ。え、この縛られてるのってウサギ。やっぱりか。ですよね。まさか。は、早く屋上に行かなくちゃ。なるほど、今回は復讐の話なんやな。けどあれやな、いじめられてる人が、子がさ、そのいじめっ子のリーダーに対して復讐って話はさ、割とテーマとしてはよくありがち。学園ものやけんな、そういうテーマがいつ来てもおかしくないとは思っとった気がする。僕たちも追いかけてみましょう。ああ、屋上に急ぐぞ。うん。ああ、ここ屋上だったな。そういや、そうじゃ、おもたおったよな、この前は。で、ここにおもたがさ、勝手にさ、しずかちゃんの名前書いてさ、結んでさ、1年以内にどうにかなろうとかしようとしとったもんな。
思い出したわ、そういうところあったな。ウサギ、あれ誰もいない。まあ動画やけんな、生放送じゃないんやけん。じゃあどうなった、じゃあウサギちゃんはどうなったん、これ縛られてここから移動させられてって感じになるよな。確かに動画では屋上にいたはずなのに。おかしいですね。ああ嫌な予感がプンプンするな。これさ、後々第2第3の動画送られてくるんじゃないかな。場所を変えて撮った動画っていう感じが、私を捕まえてごらんみたいな感じで公開処刑するためにまた場所を移したみたいな感じになるんじゃないかな。キャー、あ違いました、おりますねこれ。うっ、この笑い声、この笑い声、さっきのピエロ。キャーハハハ、一体どこから。下の中庭の方から聞こえるぞ。あ、あれは、あー、まさに処刑台みたいな感じになってる、貼り付けされてる。ウサギ、あー、いつまでそこにいるんだよ、早くこっちにおいで。あいつ、いつの間に中庭に。とにかく急いで中庭に行かなくちゃ。まだ移動してるんじゃないの。ああ、移動しなかったわ。なんか俺の予想がどんどん外れてるわ。なんかすごい気付けられてるな。あ、耳のあたりなんか綿出てるもん。ちょっとひどいなこれは。え、ウサギ、ひどい。ああのピエロはどこにもいませんね。に、逃げられたか。そのようです。とにかく早くウサギさんを助けよう。復讐が始まった。こうなると犯人はさ、あのこのウサギちゃんと一緒に出てきた4人の女の子っていう考えがさ出てくるわけやけど、今回は探索して証拠を集めて尋問してその犯人を見つけ出すみたいな、今回こそはちゃんとさ考えていかなあかんな。あー、理事長関係なのにさ存在感出しすぎないよお前。お前関係ないのにすごい存在感出とんよなお前。お前関係ないやろ。うん、立派やけどさ、立派やけどさ。これ溶かして金固め直してどっかで売ったら高く売れそうやけどさ。あとちょっと気になるんがこれ何。ああ、勧誘ポスターが、これ前見たわ。オカルト部分もポスターもあって、そうそうそう、ああそう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 、関係なかった。じゃあちゃんと調べていきます。まずウサギちゃん、じゃあ下ろすよ。ウサギ、ウサギしっかりして。大丈夫、気を失ってるだけみたい。そうか、よかった。それにしてもこれはひどいですね。もうピエロが公開処刑と言わんばかりにみんなの注目が集まるところでやった感じかな。服もビリビリに破かれちまってる。ちょっと二人ともそんなジロジロ見たらダメだよ。ああ大丈夫、性的な目で見てないから。性的で目で見てるとしたらルイちゃんの君だよ。ん、なんか足元にたくさん写真が散らばってる。この写真は、あれれれれれれ、ウサギちゃんだよね。ですね、だいぶ年上の男性と腕を組んで。あれ、これ援助交際ってやつか。これはホテルでしょうか。なんかまずい瞬間の写真だな。しかもいろんな人との写真がある。これってもしかして遠行か。言っちゃったよ。
あ、そんなことよ。あー、そういうのをバラしてやるぞみたいな感じのところもあったんか。おそらくそうでしょうね。うさぎさんが遠行してるなんて初めて知りました。あんま知りたくなかったなって感じやけど、うさぎちゃんをあんなにするだけでなくこんな写真までばらまくなんて、これももしかしてドッペルゲンガーの仕業なのかもしれないな。そのうさぎちゃんに対してのさ、復讐心が強くなってドッペルゲンガーを生み出したと考えればあり得る話か。こんな奇妙な事件、多分そうだと思うよ。どうした、誰かが走ってきた。大丈夫？うさぎ！ひどい。あなたたちは？ああ、このうさぎグループ、うさぎ一派やな。私がメッセージで中山に来てって伝えたんだ。ああ、もう犯人候補ゼロリと連れてきやがったな。この4人の中に犯人がおると見て間違いないと思う。これでまた犯人はルイ君ですとか言ったら、ええー、ってなるからな。お前また犯行を犯しやがったなって。てか、お前てか、お前のドペルゲンガー、お前。そうだったんですね。ひどい。誰がこんなことを。私たち、先生呼んでくれよ。あ、これ、最初の方出てきた時の声、こんな感じだったのにさ、前のパートをちょっと違う声で呼んじゃったね。お願い。ん？これって。ベラ。あ、また手紙だ。何か書いてる。私の復讐は始まったばかり。お前たちも同じような目に合わせてある。あれ？なんだろう。なんかジャイアニズム吹かしとったけん、ウサギちゃんが狙われたと思っとったらさ。あれ？ターゲットはウサギちゃんだけじゃないんこれ。そんな感じになるよね。え？お前たちって私たちグループのこと？でも私たちが復讐される覚えなんて。そうやな。ウサギちゃんはちょっとさ、仲間意識が強すぎてそれでジャイアニズム吹かしとってさ、アリスさんのさヘアピン、アリスさんがちょっといろいろたかられよったけんさ、アリスさんがなんか復讐としてドーンってやるのはさわかるよ。けどさ、それ以外の女の子4人はどっちかって言ったら怯えとったタイプの人間で。あ、でもあれか。死亡者がウサギちゃんだとしても、その4人にさ、黙ってついてきた、そのウサギちゃんに黙ってついてきた4人もさ、一緒の同伴と周りから見られてもおかしくはないんか。その、5人にいじめられたっていう人がおったらとしたらやな。まさか、あいつじゃない？あ、でもあれやな、自殺した女の子とか、不登校になった女の子かもしれんけどさ、不登校になった子もおるって聞いたな。まさかな、その子が出てくる？あいつって？ほら、あの半年前の。さすがにそんなわけないでしょ？あいつはもうとっくに。でも私たちを恨んでるとしたら、それぐらいしか。もしかして、あいつの幽霊が復讐しに来たとか。オカルトだ。シロどうなんすか？オカルト部の部長としてどうなんすか？そのあたりどう考えますか？幽霊？そんなのいるわけないじゃん。でも私よくよく考えてみたら、何もしてないのに体重がだいぶ増える日があるし、それも幽霊に取り付かれているせいなのかしら。タピオカの飲みすぎです。でもさっき見たんだよ、あのピエロ屋上から一瞬で中庭に移動したんだ。それはちょっと違うんじゃないかな。そもそもあの動画さ、いつ撮ったかわからんで、なんなら生配信ですらないかもしれんし、ちゃんと録画してさ後日またアップロードし直したとかかもしれんで、あれはさ、一瞬でっていうの、ちょっと考えがさ、ちょっと違う気がするよな。そう、撮った時間帯がさ、ついさっきだったか、もうちょっとわからんのに、その考え方はちょっと、安易じゃないかなって、思うやけど。そんなこと、普通の人間じゃありえないし。で、
でもそうだとしてもピエロの正体がカナさんの幽霊で決めつけるのはカナさんって言うんだよな、その自殺した子。せ、先生連れてきたよ。お、おいおい、なんだこりゃ。うん、先生の服もなんかおいおいなんだこりゃみたいな真っ赤になってますよ。何したんですか先生。死体引き裂いたんですか。今すぐ保健室へ運ぶぞ。は、はい。わ、私たちも一緒に行こう。うん、そうだね。なんかさ、この5人さ結構仲良さそうなよな。ウサギちゃんのジャイアニズムがあったとしてもなんかこの5人はお互い仲良さそうなよな。やけんさ、このウサギちゃんに対して他の4人がさ、まあ犯行、なんかドッペルゲンガーになって犯行に及んだ可能性もあるんやけどさ、5人目っていうかさ、他のやつがおるんかもしれんしな、なんかわからんような時だ。そしてウサギさんは運ばれていった。彼女たち、ピエロの正体がカナさんの幽霊だと言ってましたね。うん、ねえ、そのカナって誰？マナカナの妹の方かな。ほら、朝話したでしょ？彼女たちのいじめ、自殺しちゃった子だよ。うん、確か違うクラスの子だったはず。じゃあ、今回のドッペルゲンガーはドッペルゲンガー感じちゃったよ。いじめで自殺したカラさんの幽霊？幽霊にドッペルゲンガーなんか出てくるもんかね。だけど、幽霊なんて現実にそんなことありえるのかな。まあそれ言うたらドッペルゲンガーも現実にそんなことありえるのかなってなりますけどね。シロ、お前、俺の思ったことをちゃんと言ってくれたな。ありがとう、シロ。確かにそうだけど。とにかく皆さん、この事件はおそらくドッペルゲンガーによるものです。早く調査をしましょう。でもテスト期間だよ、みんないいの？関係ありませんよ、我々オカルト部には。まあいざとなったらいろんな手でカンニングしてやりますけど。あ、シロ、それはやめといた方がいいわ。うん、堂々としようぜ。正々堂々とやろうぜ。はあ、こう言ったら、シロは聞かないぞ。ああ、キスケ君、君は結構勉強はしてそうやけんさ、大丈夫だと思うとな。そうだね。じゃあ、早速、今回の犯人を調査しよう。オッケー。どうなんだろうな。ウサギちゃんの仲間4人の中に犯人がおるんだろうけどな。あ、なんかさ、サナエちゃんがつけてたマフラーみたいな縄があるな。色は違うけど、ちょっと色が違うけど似てるな、なんか。これは、さっきウサギさんが縛り付けられていた十字架とロープだ。だけど、こんなものがなぜ学校に？カラさんの幽霊が復讐のために用意したのかな？こんな大掛かりなものを作ったってことか？こんなセットまで DIY しちゃうなんて、よほどの執念。DIY って言葉使っちゃったからな。さすがに幽霊がこれを作るなんてありえないと思うけど。まあ確かにな。それにこれ、ところどころ傷がついてたり、古い感じがするし。確かにそうだな。結構使い古されてる感じがする。なるほど。じゃあ幽霊はこんなものを一体どこから？あの。どうかしましたか、ロイ君。今日はもう夕方だし、調査は明日からにしない？え、突然、どうしたんですか？ここからが調査の本番じゃないですか。あ、もしかしてバイト行くんか？いや、でも、幽霊が。おやおや？あ、ルイ君、ルイちゃんもしかしたら幽霊とか苦手なタイプ？ああ、そういうところもかわいいな。わあ、君と一緒に二人一組でさ、肝試しとか言ったらさ、キャーとか言ってさ、腕につかまってくれるんかな。素晴らしい光景だな。ルイ君、もしかして怖いんですか？
だって、暗い中で幽霊を探すなんて。そんなことを言っていては、お体部の名が廃れますよ。でも。いいやろ、シロ、お前。可愛いんだから。おいおい、本当に怖がってるじゃねえか。大丈夫だよ、ルイちゃん。いざとなったら、俺がいるから。まあまあ、僕らがついてますし、きっと大丈夫ですよ。だけど。諦めな、ルイちゃん。ああなったシロは止められないぞ。そんな。そういうことだからね。その後、俺たちは調査を続けた。しかし、特に犯人の手がかりは見つからず、結局解散となった。証拠なかったんじゃ。そして、次の日。さてさて、今日も調査を始めていきましょうか。そういえば、あれからウサギさんはどうなったんだろう。保健室に運ばれたね。聞いた話によると、病院に入院してるんだって。まだ意識も戻っていないみたい。ああ、だいぶひどいやられ方しとったもんな。そうなのか。まあ、とにかく僕たちは事件の犯人を見つけましょう。そうだね。今、私たちが手に入れた手がかりは、犯行に使われた十字架やロープと、犯人はいじめられていたカナさんの幽霊かもしれないってことだよね。それはないと思うけどな。ああ。そして、当の本人たちはというと。あ、なんか。こう見たらさ、ウサギちゃんがやっぱ中心人物だったんやなって感じで、なんかみんなまとまってない感じがするな。なかんだ言って、ウサギちゃんがおってのこのグループだったんかな。あ、怯えてるのか。いつもは騒がしい彼女たちも怯えてるようですね。そうだな。あ、でもそうか。次はお前だって言ったもんな。なんか手紙で。やけんいつ狙われてもおかしくないってことに怯えてるのか。そういうことか。これが彼女たちへの復讐なら、次の犠牲者が出るかもしれませんし、彼女たちのためにも早く解決してあげましょう。ああ、犠牲者が2人3人出てくるパターンか。そうだね。そうなると、もしかしたら証拠もさ、この2人目3人目がやられた時にようやく出てくる可能性もあるんか。とにかくさ、一番近しき人間に話を聞くのが一番だろう。あれは3人は何やら集まって話をしているみたいだ。一体何の話をしているんだろう。ちょっとあんた何してんの。盗み聞きしようとしてるの。盗み聞きというか、もうなんかいろいろさ事情聴取したいところなんですけどね。そういうのキモいんだけど。なんか腹立つな。お前で返しは何が言いたい。ごめん。ここは離れた方がいいかもな。違うんじゃ。一番近い人にちょっと話聞きたいところがあったんやけど。現場検証が先か。現場どこだ。屋上。とりあえず屋上行ってみるか。あーっとで待って。あんちゃんだったっけ。まっちゃんだよ。あんちゃんじゃなかった。あんちゃんどれだったっけ。あんちゃんはあれか。ちょっと上から目線の女の子か。でもこの子からも話聞いとくか、とりあえず今は。はぁマジさんはかなり精神的に参っているみたいだ。話しかけるのはやめておこう。まあ、なんか一人だけこう離れとったらさ、その女の子が狙われそうな気がするけんさ、第二の標的、マチちゃんになりそうな気がするな。あ、またその話か。それはいいや。オッケー、違うところ探すわ。となるとどうなる。あれ理事長、あれ話に関係ないけど、理事長がなんか生徒会長と話してるわ。なんか気になるわ。あれは理事長と生徒会長、何か話をしているみたいだ。気になる。なんだ。今私は彼女と大事な話をしている。すまないが外してくれないか。わかりました。
ああ、気になるな。なんだろう、なんだろう。あと、思たがおるんよな。なんかこいつ気になるんよな。なんかお前、一つ前のショーで終わった感じのキャラなのにさ、なんかお前またここでおるじゃん。お前ここ好きやな、お前。ほう。どうしたの思たくん。いや、テスト勉強がめんどくさいなって思う。あー、なんかお前らしいことを喋ってて安心した。どうせ勉強できたって女の子にモテるわけじゃないし。うん。分かりみが強すぎて何も言えん。なんか頑張る気しねえよな。女の子にモテるかどうかが判断基準なの？当たり前だろ。ああ。俺も彼女の一人や二人欲しいな。おもたくんは相当女の子に飢えてるんだな。で、こんなことしてる場合じゃない。早く調査に戻らないと。そんなおもたくんにはラブプラスをやることをおすすめしよう。